タイミル島は、ロシア連邦の空海にある島。全長3 3トル幅約1 0トルタイミル半島西岸のタイミル湾の西の岩礁域の沖合に位置する。平均幅3キロメートルのタイミル海峡によって、半島と隔てられている。タイミル島は、ノルデンショルド群島の南方、タイミル半島の沿岸付近にある島の一つである。タイミル島及び、 周辺の島の海岸部は多くの曲がった深いくぼみを持つ複雑な形状をしている。周辺の島々を隔てる海峡の形状もまた複雑である。地質学的にはノルデンショルド群島はこれら島々を含めて一体となっている。タイミル島から最も近い島はホフガード島でマティセン海峡を隔てて北西2 0 8トルの位置にある。 タイミル島の周辺の海域は、長く厳しい冬の間は、ポリニアのある流氷に覆われ、夏でも流氷は耐えない。行政上は、ロシア連邦のクラスのヤルスク地方に属し、島全域が、グレートアークティックステートネーチャーリザーブに指定、保護されている。この自然保護区は、ロシア連邦で最も広く、世界でも最も広い自然保護区の一つである。1900年10月、 エルアルト・フォントルは最後の探検でタイミル島の南西にある小島にて投影した。ありがとうございます。